皆さん、こんにちは、コンコンティムです。今日は韓国の屋台でよく皆さん見られてる麻薬キンパ、麻薬キンパをこれから作ろうと思っています。もちろん麻薬は入ってません。中毒になれるすごく美味しいキンパっていう意味なんですね。それで作り方が意外と簡単なので、皆さん一緒に作りに行きましょう。レッツゴー。
はい、皆さんいかがでしたか。韓国の麻薬キンパ、はい、すごい簡単ですよね。皆さんの好きな具を入れて書いても全然いいので、皆さん好みで調節してみてください。それではまた次のレシピも楽しみにしてください。とまんなよ、コンコン。